皆さんこんばんは、ガエルチャンネルです。今週のスキップバーバーレースはイギリスのドニントンパークサーキット、こちらのナショナルレイアウトになります。初めてレースするコースですね。で、予選がですね、いつものごとく失敗しまして、12位スタートですね。まあ、ゼッケンナンバー9ですので、もう3、4位順位を上げればアイレーティングが上がるだろうということで、生き残ってゴールしたいなと思います。グリーンシグナルスタート。前のグリッドの車いませんね。まあ、スタートまずまずですね。前が詰まらなくていいですね。これだと安全に1コーナーをクリアしていきたい。よし、右の車抜いたかな。前とこれだけ間隔が空いてると気が楽でいいですね。さあ、滑るコーナー、ここの右、結構コーナーが奥まってて難しいんですよね、今のところ。油断するとオーバーランしちゃいます。おお、危ねえ。追突しないように。ここで抜いてもな、ちょっと我慢。特に混乱もなく1周目進んでますね。おお、なんか、おお、なんだなんだ、抜くの。おお、おお、おお、ウイング踏んだけど生き残りました。マシンダメージないかな。なんかすごいクラッシュでしたね。いや、でも12位から一気に7位までジャンプアップですよ。これすごい棚ぼたですね。およし、5位、5位にジャンプアップ。2周目もう2周目も1周目ほどではないんですけど、結構タイヤ冷えてるんですよね。危ないですね。さあ、大事に。おっと、失敗。この勢いで4位を追いかけたかったんですけど、後ろとの差が詰まっちゃいましたね。前まで 1.2 秒差。車のティナ君はリアウィング曲がってますね。これは追いつけるかもしれない。近づいてもな、次のストレートで抜ければいいんですけど、スリップにはつけてる。さあ、どうだ。おお、譲んないのか君。なかなか簡単には抜かせてくれないですね。あとはリアウィングが曲がってる割には
早いですよね。スキップバーバーってリアウィングいらないんじゃないかなって思うことありますね。ちょっとミス、まあ、でも相手もミス。よし、ティナ君抜いた。4番手なので表彰台目指したい。ミス、ミス、立ち上がり苦しくなった。後ろが 0.9 秒差。3位走ってるガブリエラ君もう速いですね。追いつけるかな。集中集中。後ろのティナ君は速いですね。ウイング曲がってなかったっけ君。まずい、まずい、これはとてもまずい。これは抜かれたか。リアウィング曲がってたよね。これでいけんの。来るね、来るね。結構思い切って来るタイプですね。てか、なんか近づくと怖いなこの人。あまり近づかないようにしつつパスしていきたいですね。彼は結構ミスもしてるんで、普通に走っていけばまた追いつけるとは思うんですけど。近づいてきて 1.1 秒差。まだスリップには入れてないですね。今4番手で、2番手の人がね5秒先なんで、ちょっとやっぱスピードに差がありますね。まずはティナ君をどうやって抜くか組み立てていきたいですね。下りからこの区間で結構詰められますね。そうそう、これこれ、こんな感じで抜けていくと結構いいタイムが出ますね。さあ 0.6 秒差。これはスリップ入ったな。ちょっと苦しいけど、
差が開きましたね。あそこの試験もな、なか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 。ちょっと乗り越えてた方がいいんですけど、あんまし派手に乗り越えると姿勢乱すんで、結構難しいですね、あの試験。クリッピング突き損ねたけど、ティナ君もなんかミスってますね。さあ近づいてきたよ。ここで抜いてもなーってのがあるんですよね。さあ立ち上がり、いい感じ。さあどうだ。これはいけるでしょう。ティナ君今ぶつかったよね、後ろから。コンタクト 0X って出てますね。なんかそんなに頑張るの君。いや彼のセーフティーレーティングよく見たら D の 2.2 っていう。またもうちょっとつっつくのやめてくれ。これなんか後ろからねコツコツ来るんですよ。ちょっと。いや彼ね危ないですね。いやそもそも D の 2.2 っていうレーティングが危ない。なかなかあそこまで低いセーフティーレーティングって難しいですよ。相当やんちゃしてないと。ちょっとね君子危うきに近寄らずで、とりあえず逃げたいんですけど、また後ろからサム君がですね、なんかスリップぴったり入ってますね。ダメだ。いやいや、プレッシャーにやられました。そしてまたティナ君に先に行かれてしまう。なんかね、この3台のバトルには近づきたくないですね。このティナ君相当オフトラック取られてるんで、これペナ17、インシデント17で消えたりしないですかね。今のもオフトラックだと思うんだけどな。この逆光が見えない。今のね、あの逆光の部分が、ウィング当たった。いやあの VR だと逆光が見えないんでラインが取りづらいっていうのと、なんか今接触あったんですね。よし並んで進入したけど、なんとかパスできました。後ろのサム君はリアウィングなくなってるので、順調に走れば引き離せるはず。もう1台絡んだ。今のは周回遅れですね。ところどころミスしてるんですけど、気を取り直して追いかけていきたい。
後ろのサム君リアウィングないけど速いじゃないですか。やっぱねスキップバーバーはねリアウィングいらないと思うんですよね。よかった引いてくれた、引いてくれたけどダメだ、待って、もうなんかね父ちゃん情けなくて涙出てきますね。いやこの自分の不甲斐なさが情けない。お、よしクロスラインで追い抜き返しました。今6位。そして前にはリアウィングのないサム君。さあストレートで追いつけるかな。ドニントンパークのナショナルレイアウトって1周が1分20秒とかそんなものなのでラップ数が19周と多いんですよね。途中まで良かったんだけどな、ちょっと進入の角度が甘かったですね。それでもちょっと近づいてきた。ストレートでスリップに入れるかな。よしよし、ちょっとラインが甘かった。さあどうだ、微妙だなこれ。ダメっすね、ダメ。お、やった、やった。お、失礼、オーバーランで抜けた。サム君は早いんでちょっと気合い入れてプッシュしないとまた抜き返されちゃいますね。さあプッシュプッシュ、よしこれは決まった。今ので 0.5 秒ぐらい離しましたね。そして前走るのはまたティナ君ですよ。いや近づきたくない、関わりたくないなんですけど、近づかないと抜けないですしね。でサム君がねまたスリップで近づいてきてますね。サム君を振り切ってでティナ君に近づきたくない。これも、今みたいな感じでクリアできるといいですね。眩しい。
上がり苦しい。また今ので後ろのサム君にスリップストリームに入られて、いや前のドライバーも後ろのドライバーもトラブル抱えてますけど、トラブルのない私がこのラップタイム、みんな早いですね。昨日ホームストレートでサム君をちょっと突き放しましたね。1秒以上空いてると安心なんですけどね、スリップに入られないので。お、ティナ君ミスった、近づいた。よし、いい感じ。バテイクっていう感じでもないのかな。彼はね非常にアグレッシブなので気をつけないといけないですね。残り3周なのでもうティナ君も抜けるかどうかだけですね。あとは3周かけて料理できればいいです。ここで近づいてもな、それと、よしよし。さあこれでどうだ。いいんじゃない。いいキープね。ダメだ。ダメだ。オーバーラン。だけどちょっとそんな寄せないで、キープで、また後ろからぶつけられる。コンタクト 0X、 ちょっとね関わり合いになりたくないタイプのドライバーですね。彼はリアウィングが曲がっててフロントのカウルも先端飛んでんですね。さあ追突されたくない。さああと1周ホワイトフラッグ、よし。やっぱカウルが壊れてるんでストレートのスピードはティナ君伸びないですね。さあ一発右、よし。ちょっとねあれだけ優しくしてあげたのにその後ガツガツ来られるとちょっ
構ね、おじさんそんなにもう優しくないですよ。よし、 0.3 秒差。あとは試験員で差し込まれなければ大丈夫。追突はやめてね。よしよしよし、ちょっとオーバースピード気味に飛び越えて追突回避。ゴールしました。4位ですね。いやいや疲れましたね。ちょっと最初のですね、ところ見てみますかね。いやでも12スタートで4位なので、でゼッケン9で4位なので、まあアイレーティング的にはOK ですね。多分セーフティーレーティングはインシデント6取られたので、まあ、セーフティーレーティングは下がってるでしょうねというところですね。インシデント順に飛ばしていくと、あ、これ1周目ですね。1周目が先頭集団ですね。これ今流れてるチャットを見ると、まず1周目はタイヤ冷えてるんだから19周もあるし、この試験員で2ワイドはやめようよというチャットが流れてますね。でこれでアウト側にいるのがもうブレーキかけないと曲がれないので、早めにブレーキかけて、で後ろが予想してなかったんで追突しちゃったと。でこれでどんどん巻き込んでって、で私も左でウイング吹っ飛ばして、いやーこのね大クラッシュですね。いやここで生き残れたのはラッキーでしたね。9周目にティナ君が私を追い抜こうとしてて、相当後ろから来てたんですよね、これ。今ちょっとぶつかって、でやめてよって私言ってたところですよね。でまたぶつかって、これ姿勢見出してオーバーランしてコースに戻ってこようとしてて、ね、危ないですよね。ちょっとやっぱねセーフティーレーティングD の 2.2 ってのは当てじゃないですね。これもティナ君絡みじゃないかな。後ろから抜こうとしてるのはティナ君で、これラグヒットですね。ティナ君がここに抜こうとしてて、タイヤ2本分空いてるんですけど、これで今ぶつかってますね、そのラグタイムラグで。でぶつかってウイングが取れて、でこの後、いやサム君ウイングないですねなんて私は言いながらバトルしてる。これも災難ですよね。スキップババーレースをお送りしました。なかなか
こういうやんちゃ系ドライバーがいると、まあ、どういう風に抜いていったらいいのかって、まあ、難しいので勉強になるっちゃなるんですけど、なんか疲れるんで、あんまり相手したくないですねっていう、こう上から目線で結構失礼な感じなんですけど、まあね、逆にフェアなレースができた後は、いやよかったよっていう風にチャットで会話できるので、できるだけそういうレースができるように今後も目指していきたいですね。はい、というわけで、またいいレースがありましたらお届けしたいと思います。それではガエルチャンネルでした。